ひらがな欅坂46のオールナイトニッポン。斉藤京子のひらがな欅坂46、なんとなく怖い話。いきなり謎のコーナーが始まりました。なんか BGM も怖い。説明お願いしてもいいでしょうか。説明はそっちでやってください。あ、はい。じゃあ書いてあること読みます。なんとなく怖いかもしれないひらがなけやきのプチ情報を紹介していく夏先取りの怖い話コーナー。番組ももう終盤なのでリスナーさんに身も心もクールダウンしてほしい。それが斉藤京子のひらがなけやき坂46、なんとなく怖い話。はい、ちょっとよくわかんないけど、ではなんとなく怖い話お願いします。今回メンバーからアンケートを取っているようです。長濱ねるちゃんからの怖い話。柿崎めみは今謎のブローチ作りにハマっています。井口真央からの怖い話。この前しわくちゃな T シャツを着ていたら小坂直ちゃんに可愛いと言われました。あげると言ったら小坂直ちゃんはとても喜んでいました。しわくちゃなのに怖いかな普通の話なのにね。現在スタジオ内の温度計がマイナス4度を指しています。何か不思議なパワーがこのスタジオに降りてきているのでしょうか。嘘。菅井優香さんからの怖い話。佐々木久美ちゃんは夜中の12時を回ると眠さから目に力がなくなっていきます。誰でもそうじゃない。渡辺美穂からの怖い話。私は最近お風呂で2時間ほど眠ってしまいます。私もよくやるなそれ。いやー怖いです。鳥肌が止まりません。リスナーさん、この後お風呂に入るの怖いと思います。頑張ってください。大丈夫だよ、怖くないもん。柿崎めみからの怖い話。私は家で自炊をしたいと思ってるんですが、台所が物が溢れていて全く自炊ができない状態です。なんだそれ。いやー怖いです。鳥肌が止まりません。怖くないもん。いやー怖いです。怖くないもん。鳥肌が止まりません。いやー怖いです。鳥肌が止まりません。だから怖くないって。ここで一曲、曲紹介をお願いします。あ、はい。ひらがな欅坂46、斉藤京子で居心地悪く大人になった。